はじめまして。ああ、どもども、私、神崎千尋ね。こんにちは、よろしく。私は茂木和葉ね。国見エマです。僕らは前に会ったことがあるんだよね、京介ん家で。トーリちゃんは？お姉ちゃんでしょ。うん、まあ私も話はよく聞いてたし、初対面って感じはしないかな。え、そうなの？しょっちゅうしてたよね。えな気がするね。元気になったんだ。そのことも聞いたの？うん。うん、もう元気。よかったね。よかったよね。本当によかった。双葉はまだちょっと微妙だから羨ましいかな。変な言い方だけど。双葉って？あ、私の姉妹、双子だけど。やっぱり体が悪いの？体というか足が怪我しちゃって、だから外にあんまり出れないの。そのうちみんな一緒に遊べたらいいね。うん。そんじゃ今日は何して遊ぶ？じゃんけん。じゃんけん。ポン。ああ、京介ちゃん。今、後出しだったでしょ。思いっきりそうだったよ。イカ様の大将は黙ってのが勝負師の掟なのだよ。私も負けてるけど、
康介でいいよ、後出ししたんだし。じゃあ、今日はこれで終わりにしよっか。うん。もうか、早いね。お腹すいた。走ったりするとこんなに疲れるんだね。びっくりしちゃった。缶蹴りって疲れるからね。楽しかった？はい。よかったよね。これからはもう、いつでも一緒に遊んで大丈夫なんだよね。はい。それじゃ、また後でね。私もこんなにお腹すいたの初めてかな。手洗わなきゃ。お兄ちゃんもだよ。外で遊ぶとそうなるんだ。あ、そっか。お兄ちゃん、私頑張ってお料理覚えるからね。よくないよ、おばさんに迷惑かけてるもん。それはしょうがないよ、まだ慣れてないし。
何回も練習すればすぐに作れるようになるよ。どうしたの？でも、もうすぐご飯なんだけど。まあ、いいけど。何言ってるんだよ、京介。お兄ちゃん、どうしたって。お兄ちゃん、死んじゃったのかと思ったのよ。だって、揺すったって叩いたって全然起きやしないんだもの。冗談じゃないのよ。心臓が止まるかと思ったわ。はい、葵ですが。
おはよう。遅かったね。こりゃ遅刻かな。やれやれ。ほら、喋ってないでさっさと食べて。私はいい。食べてたら遅れるかもしれないし。エマちゃん食べるの遅そうだもんね。どうしてそういう推測が出てくるのかわからないけど。美少女仮面ハンニャマンって感じだね。美少女なのに何なの？ほら、ボケっとしてないで走る走る。はい、着席。欠席、随分と多いな。